どのようにしてですね、このリクシルのハイブリッド窓 TW なんですけども、こちらにあるような断熱性能を達成しているかというのをいくつかポイントがありますが、私の中で3つにまとめてお話をします。1つ目がこちらですね、ガラスの面積を大きくしているというポイントです。これはですね、窓というのは大きく分けてフレーム部分と、ガラス部分という素材が組み合わさってできているわけなんですけども、性質上ですね、フレームよりガラスの方がですね、熱を通しにくくなっています。ですので窓全体の性能を考えた時にはですね、ガラスの方がより熱を通しにくい素材になっていますので、ガラスの面積を大きくして周りのフレームの部分を小さくする、それによって窓全体の能力の向上を図っているわけです。ただそれを達成するためにはですね、窓もペアガラス、トリプルガラスに行くに従って非常に重量も出てきますので、フレームを細くしてガラスを大きくするには、それを支えるような構造を取らなければいけない。これが高度な技術になるわけなんですけども、それによってガラスの面積を大きくして熱が伝わりにくくしている、これが一つ目のポイントです。二つ目のポイントなんですけども、それはこちらにある多層ホロー構造ですね。ちょっと難しい名前がついていますけども、ホロー構造というのはですね、窓のフレームだとか、ちょっと断面図を見てもらうと分かるんですが、いくつかの小部屋のように仕切られています。それによって余計に熱を通しにくくしているわけなんですけども、多層ホロー構造、要はホロー、小部屋をいくつもにあえて分割することによって熱を伝えにくくしているというのがこちらの構造です。これについては後ほど断面図などを見てまた木を改めてご説明してみたいと思います。3つ目がガラスの仕様なんですけども、トリプルガラスという点が挙げられると思います。もちろん TW には複層ガラス仕様もあるんですけども、なんといってもトリプルガラス、こちらがすごく大事な点です。トリプルガラスなんですけども、ガラスですね、3枚ありますが、室内側、室外側のガラスがダブルロー E の仕様になっています。ロー E というのはですね、ローエミッシビティといいまして、低放射ガラスのことなんですが、特殊な金属膜をガラスに貼ることによってガラスに熱が伝わりにくくする性質を付与しています。このダブルロー E というガラス仕様をトリプルガラスの室外側、室内側の2枚に取っています。で、中空層については先ほどご説明した通りですね、アルゴンガスを入れたり、さらに性能を高くするためにクリプトンガスを封入することで、より中空層の熱の伝わりやすさを低減している、伝わりにくくしているということですね、をこの中空層によって達成しています。で、これは断熱性能とはまたちょっと違う観点なんですけども、トリプルガラスにするとですね、どうしてもガラス、窓の重量がとても重くなります。普通の窓なら、いざ知らず吐き出し窓のような大きなサイズになるとかなりの重量になってくるわけなんですが、ガラスが3枚あるうちですね、一番真ん中のガラスを、通常のガラスより少し薄くします。通常ですと3ミリのガラスが使われるんですが、3ミリ、1.3 ミリ、3ミリというようにですね、真ん中を少し薄くすることで、トリプルガラスに伴って重量化するわけなんですが、それでもなお、真ん中を特殊薄板ガラスを採用することで、なんとか軽さも追求していく、これがスマートライト構造という部分ですね。最後に樹脂スペーサーというところも挙げられると思います。こちらは TW だけの特権だとか性質ではないんですけども、ガラスですね、中空層を囲っているガラスのエッジ部分のところがアルミのスペーサーか樹脂のスペーサーかと、だいたいおおよそに分けて2つに分かれるんですけども、何も指示しなかったりだとか意識してないとアルミのスペーサーで窓が来ることが多いです。そういうところをこの樹脂のスペーサーといって、より熱の伝わりにくいガラスエッジを使うことで、そういう点でもガラスの性能、窓の性能全体の向上に寄与している。この 1,2,3 のようなですね、性質を持って
って断熱性を上げている、これがリクシルのハイブリッド窓 TW の特筆すべき点だと思います。